ございます。ファゴイラのあやです。いつもありがとうございます。長崎に来ております。山ここすごい、シーサイドラインで千和田駅っていうところがあるんですけど、もう海ですよこれ。でこれホームね。すごくない？やばい。こんなもう海が目の前、これホームです。中米っていうね。で駅がこんな感じ。やばい、ほんまにやばい、すごい、海そこなのよ、すごくないですか。というわけで今日は海をバックに、はい、お伝えしたいと思います。今日はね、ゆっくり短く確実にっていうことをお伝えしたいと思います。皆さん、ゆっくり短いフレーズを確実にっていうのが一番早くうまく吹けるようになるコツでございます。焦ってやろうとしても絶対うまくいかないからね、本当に。だから絶対焦らないようにね、もう見てください、こういう海で吹いてるような感じ、もう心穏やかなね、もう本当にもう幸せだなっていう感じで、もう穏やかな気持ちでリラックスしてもらって、もう髪の毛飛んでしまうけど、はい、吹いてると絶対に早くうまく吹けます。遠回りだと思うかもしれないけど、ゆっくりから確実に行くことが大事です。あと短く、ゆっくりから短く確実に、この3拍子覚えてください。ゆっくり短く確実に、テンポはゆっくりにして、フレーズは短くして、で確実に成功させる、確実に吹けるところを少しずつ増やして少しずつ速くしていくっていう練習法が一番早いです。であと大事なのはリラックスすることです。もう海見てください、海もう本当に幸せですよね。こんな大自然が日本中にはいっぱいあるっていうね、もう最高でございます。はい、で具体的に言うとね、メトロノームはアレグロのテンポ120、130だったらマイナス50してください。だいたい70、まあ60でもいいです。60、70のテンポで完璧に吹けるってことは、必ず120、130のテンポでも完璧に吹けるようになります。なんてかっていうと、ゆっくりで確実に吹く方が難しいからです。指がこうやってパラパラって適当に回すのは簡単かもしれないけど、ゆっくりで確実に吹くのは絶対に難しい。だからそれができるってことは、ちゃんと指が待てる、そのテンポ感で待てるってことだから、絶対できるようになります。本当信じてはい。でもしアンダンテとかゆっくりめの曲をゆったり穏やかに歌うやつとかっていうのは、だいたいまあそうね、72とか60から72ぐらいのテンポが多いと思うんですけど、まあそうですね、50のテンポぐらいで完璧に吹けるようになったら、もうアンダンテも怖くありません。豊かに歌うところもちゃんとうまく吹けるようになるので、ぜひやってみてください。もう本当にこのフレーズ覚えておいてください。もうゆっくり短く確実に、もうこれができるあなたはバゴット絶対楽しめるようになりますから、リラックスした気持ちで一緒に楽しんでいきましょう。テンポは必ず大幅に落としてから少しずつ上げる練習っていうのをやってくださいね。でフレーズは長かったら、8小節のフレーズだったら4小節に、4小節のフレーズだったら2小節にみたいな感じで、もっと細かい単位でもいいです。1拍ずつ、1、2拍ずつ、2拍、3拍ずつとか、もうほんと短い、私とかもう全然うまくいかないなって思う音の、連結があったら、2つの音だけをやったりします。いやほんとよ、2つの音だけにめっちゃ時間かけたりとかすることもあります。まあかけすぎ注意なんだけどね。だけど必ず本当に上手に吹けるようになるコツっていうのは、ゆっくりから短く確実にです。覚えましたか？はい、今日はこの長崎の海をバックにお届けしました。こんなリラックスした気持ちで一緒に楽しく吹いていきましょうね。いつもありがとうございます。またねー。